まずこの試合は試合前雷を伴う雨の影響でキックオフが30分遅れました。かなり強い風も吹いてました。なんとかこのピッチを整えて30分遅れてのスタートになりました。そして試合は前半の9分です。さぬき、高木のこの縦パスから原抜け出す、まあ、このやはり高木のこの狙いというのが素晴らしいゲームでしたよね。そうですね、このセカンドボール拾った後丁寧なパスでしたね、はい、そして前半の15分です。福村のこのロングフィードから古橋のコントロール、そしてシュート、この形も非常にいい形でしたね。そうですね、こういったような形で1点2点と複数点取っているとなかなか後半の立ち上がりというのは生まれてこなかったのかなとは思うんですけどね。そしてこのゲーム先制点は岐阜でした。ライアン・デフリースの待望の J リーグ初ゴールでした。改めてこのゴールいかがですか。本当にセカンドボールなんですけどよくしっかり拾ってその後非常にいいコントロールから素晴らしいシュートでしたよね。はい、これで1対0と岐阜が前半を折り返します。そしてエンド変わって後半の立ち上がり、後半5分に試合が同点に追いつきます。佐々木から最後は岡村の今シーズン初ゴールです。いや、この佐々木が前半までは原がボールを右サイド蹴ってたんですよ ね、はい、コーナーキック佐々木に変えてからのこの岡村の高さ、非常にいいボールですね。このコーナーキックを取った形も非常にいい形だったですよね、はい、そしてこの2分後に同じようなボールから今度は重松、立て続けにコーナーキックから2点を取って逆転に成功します。このコーナーキックにおいてもまたいい形でコーナーキックになったんですよね。そうですね、重松の2試合連続ゴールが生まれました。2対1。そしてこの自陣攻められていたところから、ここから高木がドリブルスタート、そして何人か選手も上がってくるんですが最後は自分で左足で決めた。いや、本当に長い距離自分でボール運びましたね。ペナからペナでしたね、そして3対1となったところ、しかし岐阜です。66分のライアン、そして山岸、ワンツーで抜け出して最後中央古橋、ここは右のパスワークがうまく決まりましたね。そうでしたね、本当に少し佐野木のディフェンスもさすがに足が止まったかなという部分だったんですよね。でこれを見るんでしょうね、もう5バックにするぞというのは感じたかもしれないですよね。これ素晴らしい。そして73分、古橋のシュートを清水が止める。これは右手一本でしたよね。そして76分、ヘディング、今度は左手、右手一本左手一本で清水のファインセーブ。阿部のヘディングもこれ本当にコースいいところに行ってるんですけどね。ここはベテランのゴールキーパー清水のファインセーブがありました。さぬきがリードを守り切ってアウェーで貴重な勝ち点3をものにしました。